調子はどう？まあ寒さでブルブルってとこ、ここが微妙に不気味ってのもあるけど、確かに変な感じはするよね。でしょ。考えあったんじゃねえの？早くいいアイディア出せよ。じゃないと可愛いレディ4人のケツがみんな凍っちまう。そんなことになったらやるどころじゃなくなっちまうぜ。それはまずい。凍ったお尻は嫌だな。安全を祈るぞ旅人よ。何かな？いいね。新しいメッセージが一件です。どうもワシントンさん、帝都巡査部長です。悪い知らせで申し訳ない。いろいろ調べてみましたが、我々にできることはもう、彼は自由の身です。法的にも彼の行動を制限することはできない。もし詳細をお聞きされたい場合は私にお電話をください。以上です。そうか。
なんかここ気味悪い。背筋がゾクゾクする。リラックスできるように優しくしてやろうか。コテージに着くまで取っといてよ。はまきだ。シガーラウンジには見えないけどね。新しい。誰が来たんだ。すげえ、なんか歴史を感じるな。うん、なんかすごい。先住民が書いたのかな。炭鉱の人。大丈夫。うん、危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ、早くここを出ようよ。まったく危ないところだぜ。やった、希望の光だ。なんだろう。あらら、マイク中毒って感じね。ねえ、ちょっとマット、すっぽかすつもりじゃないよね。ああ、行くよ。吸い殻かな。あんたは抜け殻。葉巻なんて誰か吸ってたっけ。私じゃない。実はアシュリーが吸ってたりしてな。ねえ、何これ。誰がこんなもの。あ、さっき通った時はなかった。メモかな。クリスか、ジョッシュだ。